ハノンです。サチです。ユメです。アサカです。ガールズホームチャンネル。今日は腕ストレッチをやりたいと思います。この腕ストレッチは隙間時間とかに私はよくやっていて、褐色脂肪細胞が活性化されるので腕脚につながるので、ぜひ皆さんでやっていきましょう。まずはじめに肩回しからみんなでやっていきましょう。はい。これは本当にすごく簡単で、肩を前後に回す感じ。こうやって前後前回しも後ろ回しもして、この肩甲骨こうほぐすことで腕上にもつながるし、ここがほぐれると脂肪燃焼されて結構野生体質にもつながるので、これは本当にいつでもどこでもそうできるから、じゃあこれを隙間時間でいいので一緒にやっていきましょう。じゃあまず前回し10回やっていきます。せーの、1、2、3、4、5、あったかくなってくる。6、7、8、9、10。次こっち側の逆回しを1、2、3、4、5。ゴリゴリして、1、8、9、10。ボカボカしてる。気にしますよね。するよね。する。すごい、それは多分脂肪が燃焼されてるので、ぜひ続けてみてください。はい。次は両腕後ろバイバイをやりたいと思います。これは両腕後ろバイバイは腕を後ろに持ってきて、結構きついんですけど、こうやってドアノブをこういう風に後ろで回すような感じに手をしてもらって、で1、ぐるっとこういう風にバイバイする感じ、みんなで10回ずつやっていきたいと思います。はい、じゃあ行っていきましょう。はい、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。うわ、どう？聞いた。なんかめっちゃ効く感じがする。でもそう、筋トレ相場だから、まあ1日に20回を、まあ、数回に分けてやることをおすすめします。次に腕回しをやっていきたいと思います。まずこれは腕をこういう感じでやるんですけど、本当にボケボケ言って、こういう感じでやっていて、横からだとうまくいったらきついですけど、結構ボキボキって、息呼吸もしっかり忘れずにやることでが大切なので、初めはみんなで10回ずつやっていきたいと思います。はい、できる時にやってみてください。はい、はい、ぜひ皆さんもこの腕痩せストレッチをして腕痩せを目指していきましょう。ということで、この動画がいいと思った方はチャンネル登録
感、コメントお待ちしてます。ではまた次の動画を見てください。バイバーイ。バイバーイ。